今回は新三国無双2における〇〇で良かったと感じる仕様をいくつか紹介します。新三国無双シリーズの最初の完成形として有名な2ですが、そこからシリーズが進化していくにあたり、これ2で実装されなくて良かったなぁと感じるものや、実装されて良かったと感じる仕様をですね、僕の独断偏見で6つほど紹介していきます。皆さんもこの動画見てもらって、他に良かったと感じる仕様があればぜひコメントで教えてください。まず一つ目の仕様はパワーガードがあって良かったですね。新三国無双2の独自の仕様として有名で便利だったのがこのパワーガード。その名の通り、通常のガードとは少し違い、ガードした状態で敵の攻撃が当たる瞬間にボタン入力することでパワーガードが発動します。本来なら目の前にいるはずの敵を少し後ろに後退させることで、プレイヤーと敵の間に距離を作るガードとカウンターに特化したシステムですね。敵はそのまま攻撃を続けることが多いため、その隙に後ろに回り込んだり、体勢を立て直すことができるかなり優秀な仕様なんです。鬼畜な縛りプレイではもちろんのこと、普通にプレイする上でもこのパワーガードをどれだけ使いこなすかが戦況の明暗を分ける重要な操作となってくるわけなんですが、この仕様自作からなくなってしまったんです。3から弾き返しに変更され、タイミングさえ合えば確実にダメージを与えられるカウンター技に変更されました。まあ、以降の作品、特に3では敵の殺意がとにかく高かったので、パワーガードしても多分意味なかったでしょうし、高レベル玄武功によるスーパーアーマー仕様で少々の被弾は気にする必要もなくなったので、システム上必要なくなったことが要因だと思います。それでも2の敵の防御力が異常なので、弾き返しではなくパワーガードが採用されたことにホッとしていますね。3は特に敵の殺意が高すぎたがゆえにカウンターを合わせやすかったんですが、これを2で合わせろと言われてもそう簡単にはできなかったでしょうしね。2にはパワーガードの他にも小ジャンプ攻撃やガードブレイクなど敵の懐に入り込む小技みたいなのが多く採用されているので、敵の殺意とシステムの絶妙なバランスを利用した素晴らしい仕様だったと思います。ちなみにこのパワーガード、リュフとかカンウならまだわかりますが、ウセインキャラの2人が敵を押し返すというのは正直物理法則無視しすぎて突っ込みたいところです。まあゲームなんで仕方ないんですけどね。続いての仕様は3みたいに敵の殺意高くなくてよかったです。新三国無双2は敵の硬さに加え、高難易度での弓土兵の脅威が高くて、雑魚兵の挙動や絶妙なタイミングでの嫌がらせなど、ある種の理不尽さすら感じる鬼畜ゲーとしても有名ですよね。逆にそれが無双2を人気作品に押し上げている理由でもあると思います。自作の新三国無双3はいろいろと調整は入ったものの、敵の殺意だけはどうしても抑えることができなかったのか、はたまた2で斬殺されたあまたの兵士が反旗を翻したのか、とんでもない殺意を持つようになりました。その挙動はもはや常軌を逸しており、こちらの攻撃の合間だろうが何だろうが、少しでも隙があればぎゅうぎゅうに押し寄せてきてひたすら殴りまくってきます。さらにきついのが騎乗時、3では馬に乗ろうとすると騎乗モーションの間にほぼ 100% 馬から叩き落とされてしまいます。もちろん2でもある程度叩き落とされてはいたんですが、もう3はもうそんなレベルじゃないんですよね。敵兵がいる場所で馬に乗ること自体がそもそも無理ゲーに近くて、付近の敵を一掃するか一旦まとめて引き離す必要があります。3ではそういった挙動に対処すべく、高レベルの玄武功や絶エヴァなどアイテムによってなんとか補正はかけられているんですが、これもし2でこんな仕様あったらと思うと、もう鬼畜ゲー通り越してクソゲーになってたと思うんですよね。仮に2の玄武功にスーパーアーマー補正をかけていたとしても、残念ながら弓土兵のあのシステムのせいで装備はできないと思います。敵の殺意があれ以上に上がるだけで、もはや罪に近い難易度と化してしまっていた可能性があるということです。ここら辺がやっぱりゲーム開発者さすがといったところでしょうか。ほんと両作とも絶妙な難易度なんですよね。とにかく3のあの撮影兵を2に採用しなくて本当に良かったなと思います。続いては敵の無双ゲージが無限じゃなくて良かったですね。これも新三国無双3の話になってくるんですが、3無印には調整ミスと思われる謎の仕様が存在しており、それが敵将の無双ゲージが無限にあるというものです。3では調整ミスなのか、その名の通りで敵の無双ゲージが減らない仕様になっています。通常の戦闘時でも一騎打ち時でも関係なく、いつでも無双乱暴を発動できるようになっています。これマジで意味わからないですよね。特に3は高難易度での一騎打ちが AI の賢さも相まって本当に難しくて、少しの油断も許されない、文字通り生死をかけた一騎打ちになるんです。そんな集中力が極限まで高まる戦闘の中で、敵の無双乱舞が無限に発動できるという理不尽の極みみたいな仕様が2に実装されなくて本当に良かったと心から思います。2
2は3ほど殺意が高いわけではないものの、単純な敵の硬さと一瞬の油断で戦死する確率は段違いで高いと思います。無双武将に関しては高難易度だと連続して6回攻撃すると無双ゲージ満タン時であれば無双乱暴を発動してくる謎仕様も存在するため、脳死で乱暴を当て切ることはできませんし、単純な無双乱暴の火力が相手方ぶっ飛んでいるので乱暴に気を使いながら戦況を立てていかないとお話になりません。唯一モブ武将以下の敵にはこの仕様はありませんが、もし2の無双武将の無双ゲージが減らない仕様だったらと想像すると血の気引きませんか。特にチンピラ茅ヶ崎坊やの無双乱舞が常に発動する可能性が2でできるわけですからね、これ地獄です。3も猛将伝から調整され結果的にゲージは有限となったものの、2になくて本当に良かった仕様だと感じました。続いてはガードを割るような攻撃や AI 仕様がなくて良かったですね。これは新三国無双4によく見られる敵の挙動のお話で、敵の攻撃を受けるためにガード状態で待ち受けていることってよくありますよね。その際に新三国無双2はそのまま直進してきて攻撃してくるためカウンターしやすい作品だったんですが、新三国無双4はこちらのガード状態を認識すると至近距離で一度立ち止まり後退したり角度を変えてきたりと、こちらの死角から攻撃しようとしてきたり、こちらの攻撃の空振りを誘発しようとしてきたりする挙動がかなり目立ちます。これまあまあ厄介で、敵の攻撃に合わせて無双乱舞を発動しようと待ち構えていても急に進行方向が変わるので無駄打ちになってガードされるということが起こります。特に難易度が高ければ高いほどこちらの緊張感も高まっていますし、修羅難易度なんて回復ないに等しいですからね。特に先走ってしまいがちです。この仕様は AI の進化でもあるため、ガードされているのにバカ正直に突っ込んでくる新三国無双2よりはリアルな挙動で、作品としては素晴らしいと感じますが、操作感、敵の硬さなど2には劣ると思われる4だからこそいい難易度調整となっていると思います。こんな挙動を新三国無双2でやられたらたまったもんじゃありません。もう一つ個人的に気になっているのがガード無視攻撃について。これは新三国無双3や4に存在する仕様で、特定の武将はチャージ1がガードを無視する仕様になっています。有名どころで言うとやはり呂布ですよね。3では方天劇を突き刺してめった切りにするという、それでなんで生きてんのと突っ込みたくなる鬼畜攻撃。4では武器に炎をまといながら自身が無敵状態かつガード完全無視となる攻撃。これ2で採用されてたら結構きつくないですか。体感ではありますが、2って敵との攻撃に関する駆け引きレベルがめちゃくちゃ高いと思うんですよね。なんならパワーガードという超優秀コマンドがあるので、基本これを軸に確実に攻撃を当てるという人も多いと思います。そこにこのガード無視攻撃が入ってくるなんて正気の沙汰ではありません。その代わり2のチャージ1は全キャラ共通でガードブレイクが備わっていますが、それでもタイミングさえ慣れれば避けることも可能です。ただ特に4の呂布のようなチャージ1は出が早すぎて避ける避けないの次元にないので、戦闘中の懸念点がただでさえ多い2に採用されなくてよかったと感じます。続いては聴覚デフォルトで炎属性ついててよかったですね。これは完全に個人的な意見になるんですが、聴覚いるじゃないですか、あの例の新作でやたらイケメンになったあいつ。この聴覚が2でまだ使える部類なのって、間違いなくチャージ6と無双乱舞にデフォルトで炎属性が付加されているからだと思うんですよね。第5ユニーク武器以外ならどの武器でも確定で炎属性が付加され、アイテムとの掛け合わせでかなりの威力を叩き出す優秀ダメージソースとなっていると思います。ただそれ以外の攻撃モーションや機動力の面でいうとお世辞にも強いとは言えないですよね。唯一ノーマル1が範囲攻撃なだけで縦振りが多いので反撃されやすいですし、この聴覚に炎属性が付加されていなかったらと思うと恐ろしすぎますよね。聴覚は妖術師ということもあってかデフォルトで炎が付加されていたり、5武器は1人だけ無双乱舞にも雷属性が付加されたりと、開発側から優遇されている数少ない武将なので本当に良かったと安心します。続いてラストの仕様は敵の弓土兵に火矢部隊及び雷矢部隊がいなくて良かったですね。これが自分的に一番なくて良かったなと感じる仕様です。細かく言うとジョナンの戦い南蛮軍シナリオでは敵軍周遊付近の弓部隊に火矢部隊は存在しているんですが、僕の記憶ではそのステージだけで、それ以外では火矢も雷矢も敵が使用してくるステージないんですよね。今作の弓部隊の鬼畜さは口が酸っぱくなるほど説明してきたので割愛しますが、とにかく威力が桁違いで近づいたら散開するクソ挙動もムカつくし、間違いなく今作一番の戦犯だと思います。レアアイテム枠には上炎ヒアと強雷戦球が存在し、装備するとこちらの弓攻撃が炎属性と雷属性をまとった攻撃になります。
まあ、他にもっと優秀なアイテムが多く存在しているので縛りでもない限り装備することはまあ少ないと感じますが、使い方次第ではこの2つも普通に優秀なアイテムだと思います。僕が言いたいのはこれが敵型に採用されなくてよかったということですね。2は投降鎧を装備しようが無双鎧を装備しようが弓土兵が鬼畜であることに変わりないですし、完全な死角から超高性能一斉射撃してくるため防ごうと思って防げるものでもありません。基本的には最大限死なないように考えながら立ち回るというのが対処法になります。これがもしあちこちの高難度ステージでヒアやライアが飛んでくると考えてください。これもほぼ積みゲーですよね。ヒアは体力をバカみたいに削られるし、ライアは動きを止められるしで、高難易度でこれらを打破できるシナリオが自分には全く浮かびません。現在発表されている最新作オリジンでも昔の弓土兵の恐怖をもう一度みたいな旨の発言をショープロデューサーがされているので、弓土兵の鬼畜度はもはや公式公認なんですよね。当時は理不尽なシステムで発狂不可避の鬼兵士でしたが、デフォルトで火や雷が付加されてなくてよかったと感じています。今回はここまで。絶妙なゲームバランスにて人気作品となっている新三国無双2、一つでも仕様が違うだけでもはやクソゲーと化してしまう恐れなるこの調整のうまさは偶然か必然か、様々な要因が重なって絶妙な面白さとなっていると思います。今回の企画に関しては他にも出そうと思えば無限に出てくると思います。皆さんの思う〇〇で良かったと感じる仕様があればぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。